お元気ですか、ボクシミでございます。今回は、BBM 大相撲カード、響き開封動画後編の10パック開封していきたいと思います。それでは早速開封していきたいと思いますが、今回はですね、あの2日目でございますので、前回もやった通り、ノーマルカードの説明は割愛とさせていただきますのでご了承ください。まずは一袋目でございます。でこちらがね、平戸海関のカードでございます。で金宝山関のカードでございます。島津海関のカードでございます。2袋目でございます。2日目ではございません、失礼いたしました。で島の海関のカードでございます。白熊関のカードです。宝鳥竜関のカードでございます。塩昌磨関のカードでございます。で縦行司の木村庄之助さんでございます。はい、3袋目でございます。三役呼び出しの、五郎さんでございます。でこれは継承カードでございます。大の里関でございます。新大関でございます。湘南の海関でございます。三役行司の木村、これは幸之助さんでございます。4袋目でございます。で大塩間関のカードでございます。これはアクア関でございます。5袋目でございます。ちょっとねカメラがちょっと揺れてしまいました、失礼いたしました。で、これは継承カードですね。錦木関のカードでございます。6袋目でございます。で三役呼び出しの、これ茂雄さんでございます。7袋目でございます。で三役呼び出しの、これは四郎さんでございます。でタケル富士の初優勝した時のカードでございます。こちらがね、あの110年ぶりの新入幕優勝を飾った時のカードでございます。で継承カードでございます。霧島関でございます。
で、福立て呼び出しの勝幸さんでございます。ちょっとね、読み方が間違ったらごめんなさい。8袋目でございます。で、三役呼び出しの五郎さんでございます。縦呼び出しの二郎さんでございます。湘南の海関のカードです。アクア関のカードでございます。三役行事の木村幸之助さんでございます。9袋目でございます。これは翔猿関のカードでございます。三役行事の木村翔太郎さんでございます。で、白陽山関のカードでございます。最後の10袋目でございます。豪ノ山関のカードでございます。で、継承カードの大の里関でございます。はい、以上で BBM2024 大相撲カード響きの開封動画2日目後編を終わりたいと思います。はい、で、明日はね、開封動画はお休みですが、15日頑張ればプロ野球チップス第2弾の開封動画第10回目を、やる予定でございます。なかったら別のカードをやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。